登録者1万人記念。皆さん、チャンネル登録者1万人ありがとうございます。ということで今回は1万人企画。文字マクド辛すぎるだろ。 YouTube を始めて6ヶ月、まさかここまで多くの人たちに見てもらえるなんて思いませんでした。いつも見てくれる人、新しく見に来てくれた人、みんな感謝なのぜ。ということで今回はヌビレットのネタビルドを BGM に視聴者の質問に答えながら今までを振り返っていこうと思います。絶対ヌビレットがしないポーズと持たせない武器あるんだけど、でこいつはいつまで机の上に立ってるんだよ。ギリギリ攻めててきた。最初のネタビルドー、もうバレバレなんだよな。膝蹴りヌビレットー。11月くらいに話題になったやつだなこれ。でもなんで単体の動画にしなかったんだよ。もう有名高め系 YouTuber 様に先越されました。ひなやろうとしてたこともマジで被っちゃったのでやめたんですよね。だからここで消化しとこうってわけだな。早速見ていきましょう。ひなネタ被り避けてファントム監視者にしてるのですげーしょぼいです。ヌビがドロポンしかできないのが悪い。そうなんだよね、この子強すぎるのと芸が少ないからネタに不向きすぎるっていう。あれ雨が降ってる。1万人でもメンタルクソザコ声優。この場面にまだにネタにしてる YouTuber 私たち以外にいないだろ。とりあえず火力見てみよう。一発2万くらい出てるからまあ9大点くらい。めちゃくちゃ辛口評価。雨が降ってる。すぐ天気変えるのやめろ。左側よりどっちかっていうと拳じゃねってツッコミはなしで、拳で抵抗する推定戦隊以上という。YouTube のネタを考える上でこういうことよくあるんですよね。これだとネタかぶりと動画にした時のしょぼさがなんとも言えなかった。そう考えると落下型ヌビって結構偉大だったんだなあれ。ダメージも動きも名前にした時もド派手、見た目も面白いしマジで神だった。あとさにも書いてもらう時のイメージ画像これ、ゲルニカみたい。中3の歴史でやるやつ。ボツになったやつの話になるんですが、自分を将軍だと思い込んでる絶縁審判官とか、マジで切るヌビレットとかですね。これがうんこに見えるなら相当お前の目は腐ってるよ。そろそろ拳ヌビレット長いので倍速。膝蹴りは一体どこへ。あ、まずい、ドロポンでコンセプト放棄やめろ。いやーボツにしてよかった。次のネタビルドはモザイク貫通してますよ。インドカレーやヌビレットと大層な名前ついてますが超開花するだけです。ゴミ見とけよみたいな雰囲気出してくんな。それでは早速やっていこう。ヌビ2000や持たせたらナヒーダに何持たせるんだこれ。なんか顔が辛そう。せめてレベル上げろ。で昇進のレベルの方が高いのがもっとおかしい。貫突インテリヌビがドロポン打つだけなのであんまりいつもと変わらないのが没理由。熟知上がったら全員インテリ理論やめろ。ということで Twitter の方で募集した質問返していきます。それでは1つ目、メルジン、開幕からえげつないの来たよ。海外摩耗しててかわいそう。それでは次、ヌビレットネタで一番こすったのは何のネタですか。もうガチでこれだね。1本の動画に大体2回は出てきてる。それでは次の質問、1万人おめでとうございます。原神スタレモですが他のゲーム実況やる予定はありますか。マイクラで原神の街を作ろうみたいな企画やろうと思ったんですが絶望的な建築センスなのでボツになりました。要望多かったらやってもいいかなくらいですかね。普段豆腐しか作れないやつがやる企画じゃねえよなこれ。麻婆豆腐くらいなら作れるけど建築の麻婆豆腐ってなんだよ。そんじゃ次、登録者1万人おめでとうございます。いつも動画見て楽しませてもらってます。質問です。動画投稿を始めたきっかけをよかったら教えてください。これからも応援してます。自分高校が付属の私立で夏休みの時点でもう大学決まってて、友達は勉強してる人たち多くて自分もなんかしなきゃ虚無だなって思ってとりあえずやるかみたいな感じで始めました。結構目標とカレーの状態で始めたよな。フォンテーヌ来て盛り上がってたしそれに便乗したかったのもある。そんじゃ次、次のうち一つ選ぶならどれ。ヌビと友達、ヌビと結婚、ヌと仕事仲間、アザールと結婚。なんで最後アザールなんだよ。ガチで答えるならヌと友達まで行ったら結構楽しそうだよね。冗談に真面目に答えるとこ可愛いし場和みそう。あと仕事仲間も結構ありだよな。常識人だし街の NPC の会話で悲しんでたら声かけてくれたっていう話もあったし。だよね、一つ選ぶなら仕事仲間かな。それでは次、ヌビレット最高ですよね。モンさんの中ではフリーナちゃんも推しに入っていますか。フリーナはみんなの推しでしょう。
ストーリーやって無感情だったらむしろ怖いまである。ビジュイシアの見た目で結構重いもの背負ってたってのがクソデカ感情爆発させてくる。デカなんかアチーブ取れてるんだけど。それもそうだけどなんでドレイク落とせてるんだよ。なんかドロボンの範囲でかすぎて落とせた。インチキじゃん。次の質問。今までの総価金額はいくらですか？10万超えたあたりから数えてないけど多分30万超えてる。高校生のうちに30万使うの結構アホだよな。原神アンチとかじゃないしこれからもアホみたいに貢ぐつもりだけど、中高生のうちは課金ばっかするんじゃなくて友達と USJ やらディズニー行った方が有意義だぞ。原稿さんからのアドバイス。貫突しただけでここまで言葉の重み違うのすごいな。あと武器ガチャは押し以外引くのマジでやめとけ。これは結構ガチ。それじゃあ次のネタビルドいきますか。次のネタビルドは爆速最高審判官です。このファンアートと視聴者の案で入れました。1万人近くっぽくしようという気概を感じる。静止画なのがなんかツボ。まずパーティ紹介から。ヌビがランナーで、カズハがテンプで速度アップ、リオナもシールド貼って速度アップ、でジンは2突必須で有志回収で速度アップですね。ちなみに1突してる人はこれで螺旋勝てます。マジでいらない情報すぎる。それでは原神のショートで耳が腐るほど聞いた BGM 流しながら見ていきましょう。まるまるエックベックって動画の BGM 大体これ。効果音まで寄せなくていいから。でもこれ見てもいまいちわからないよね。ということで A ランカノン起こします。これで水元素探索犬性能最強が決まる。決まんねえよ。それでは見ていこう。カンウンいなきゃ普通に勝ってて草。じゃあもうエーランは探索パに必要ないってことだよね。そうはならんだろ。最後に通常速度と比べたやつ乗せときます。こう見るとマジ速くて草。フォカロルスに拾われてなきゃワンチャン陸上選手の世界戦あったな。ねえよ。今回最後を締めくくるのはよし、チン紫。私たちの動画で初のメタ動画とも言える昇進紫です。懐かしすぎるこれ。サムネが結構奥底に眠ってて感動した。さすがに全く一緒だと思んないので落下もします。落下に味しめてるじゃん。このサムネ作った時期はめちゃくちゃ呪術はやってたよね。他の動画もほとんど呪術ネタこすってたもんな。ヌビが最強なおかげで五条と結びつけまくってたな。これとかめちゃくちゃ意味不明で懐かしい。動画コンセプトが改善することで実質二郎とかいう意味不明動画だったもんな。ここら辺も結構意味不明で面白い。まだヌビ出てないのにここまで動画出してるのヤバすぎる。なんか昔の方がタイトルにキレがあっていいよな。今はなんか良くも悪くも普通というか。自分で一番好きなサムネとタイトルこれ。お前水流太郎のインパクト強すぎる。みんなはどのサムネが一番好きですか？コメントで教えてください。今回の動画はこれで終わります。今回お得意の螺旋垂れ流ししないんだな。1万人記念だからさすがにね。あと冒頭のシャーがメインみたいなもんだし。いや動画時間8分近いからだろ。これからも頑張っていくので皆さんよろしくお願いします。終わりよければ全てよしの雰囲気出すな。今年12万人いけたら嬉しいなくらいに思ってます。それではまた次の動画で。